辰田さんは、熊本県熊本市のほぼ中央に位置する標高151.7メートルの山である。熊本市中心市街地から見て、北東方向に位置する丘陵上の山で、近邦山の外林山の生成と、同時期に形成された孤立的火山である。古くから人間が居住していた場所で、縄文、弥生時代の遺跡や遺物が出土している。現在は、 住宅地の中にありながら自然が残される場所となっており、八重口なしをはじめとして多くの植物が自生し、市民の憩いの場ともなっている。立田山八重口なし自生地は国の天然記念物に指定されている。濃い緑に覆われていたため、黒神山と呼ばれていたが、平安時代の歌人、清原本助が日越国主として赴任した時、この山の姿に、 奈良の竜田の里を忍んで名前を改めた遠のという俗説があるが、定かではない。熊本市の緑地公園として1955年8月1日に開設された。面積42,247平方メートル。竜田山憩い,いの森として遊歩道、展望台、休憩所などが整備されている。竜田自然公園竜田自然公園の対象、自責熊本藩藩主。 細川家の菩提寺であった大勝寺の跡地を公園としたもので、花、岡山六の北岡自然公園内にある、明海寺跡とともに、国の史跡に指定されている。細川藤高夫妻、細川忠興、細川柄社夫妻の墓がある。熊本市の緑地公園として1955年8月1日に開設された。面積33,597平方メートル。 加藤清正が豊臣秀吉を忍んで建てた報告病の跡が残っている。独立行政法人森林総合研究所、九州支所が所有している実験林。森の展示館や樹木園も併設している。南側を通る路線参考バスと電鉄バスが中心市街地と郊外を結ぶ路線を運行している。西側を通る路線電鉄バスが 中心市街地と郊外を結ぶ路線を運行している。ありがとうございます。